にちは、ライブラリーの佐藤です。こんにちは、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、本当最近、お問い合わせが多くなってきているある商品がございまして、はい、それをちょっと再度、はい、動画にてピックアップしてご紹介して いけたらなと思いまして、よろしくお願いいたします。はい、今回動画を作っております。で、まあ、それがこのエムズブラックから出ている、はい、こちらの、ショートスリーブアロハシャツが、非常に、お問い合わせがあるということで、増えてきましたね、本当に。はい、本当に増えてきましたね。まあ、このなんだろう、だんだん気温が暖かくなってきている、まあ、はい、季節だからこそ皆様やっぱ注目しているんではないでしょうか。そうですね、入ってきたのがすごい寒い2月で、うん、そうですね。で、実際にこうやって気温が暖かくなってくると、はい、着ているイメージは湧きやすいです。確かに湧きやすいですね。リアリティが出てきますよね、なんか、うん、実際、まあ、着たいなっていう気持ちもまあ、さらに高まると思うので、はい、お問い合わせが多くなってきているのではないかなと。いや、それですよ。それですね。はい、まあ、改めてご紹介するんですけども、はい、まあ、アロハシャツっていう、まあ、アロハシャツと聞くと、はい、どうしても何だろうな、まあ、旅行先、まあ、海だったりの、うん、沖縄行きたくなったりしますよね、アロハシャツって聞くと。まあ、確かにそうですね、はい、アロハシャツだけを聞くとやっぱそう考えてしまうんですけど、はい、まあ、エムズブラックのこのショートスリーブアロハシャツは、まあ、デザイナーの松下さんが、はい、まあ、パリに、住んでるっていうこともあり、はい、ヨーロッパ各地を、回って、はい、そのヴィンテージの生地だったり、はい、デッドストックの生地を、まあ、直接買い付けるんですよね。うん、で、それをまあ自分のご自身の、まあ、パターンの洋服に落とし込むんですけども、はい、まあ、それもあってやっぱりヨーロピアンな、ちょっと高級感のある、風合いになるんですよね。そうですね、どっちかというとやっぱりリゾート感抑えめで上品な、そうですね、もう本当になんか街で使っていただきたい、はい、品のある、アロハシャツとなっております。そうです。実はまあ、こちらのアロハシャツなんですけど、まあ、数シーズンエムズブラックから、はい、まあ、リリースはされているんですよね。同じ形で何度か出してますよね、はい、このアロハシャツは。そうなんですよ、実は出しているんですけども、まあ、よくライブラリーに来ていただく方や、まあ、エムズブラックを、ご存知の方であれば、まあ、来た時の、シルエットなども、はい、分かるかと思うんですけども、まあ、そうでない方も多くいらっしゃるかと思いますので、はい、まあ、実際に僕が着てみて、まあ、着た感じの、様子を、様子、シルエットや雰囲気ですね。そう、シルエットや雰囲気を、お伝えできたらなと思いますので、はい、実際に着てみます。着てみましょう。はい、着てみました。着ましたね。めちゃくちゃいいです。いや、すごいいいです。まあ、リラックス感のあるっていう言葉がすごく似合っている。ふさわしい言葉ですね。そうです。ふさわしい言葉。はい。まあ、ボックス型のシルエットで、はい、袖はラグランスリーブ。はい。肩がない、セットインじゃないタイプですね。はい。ラグランスリーブの、まあ、ゴム袖ぐらいですかね。で、ちょうど肘が隠れるぐらいじゃないですか。はい。これで今僕36、36、38、で、サイズ感の36を着ています。身長が169cm です。うん、でこれぐらいで着れるんですね。はい、こんな感じで着れます。いや、でもこういった半袖シャツってなんか僕らみたいなゆったりとしたトップス着る人からしたら肘隠れるってめちゃくちゃ嬉しいですよね。本当にそうです、ね、落ち着くというか。落ち着きますね。はい、このサイズ感すごく落ち着きます。わかります。はい、で、まあ、今回この柄、まあ、デッドストック生地を使っているんですけども、はい、はい、まあ、イカット柄、うん、まあ、チュニジアの織物の生地でよく見られる、そうですね、うん、を、まあ、なんだろう、模しているというか、はい、まあ、イメージしているような、そうですね、柄になってますね。はい、はい、
素材感は、まあ、ポリエステル、100% になるので、すごく軽いです。これ遠目で見るとポリ100に見えないですもんね。見えないですね。なんか綿とか、うん、リネンとかそこら辺の生地かなってパッと見思うんですけど、実際近づいてみるとこういうなんかすごいサラサラしてて、はい、軽い生地になってますよね。はい、次の着てみたいと思います。着ましょう、どんどん。はい、はい、着てみました。着ましたね。こっちもいいです。うん、爽やかですね。なんか本当にエムズブラックらしい生地じゃないですか。そうですね、ちょっととろみというか、はい、で、なんかヨーロッパの感じ、雰囲気がめちゃくちゃあります。というのも今回このモチーフになった柄というのも、はい、画家さんゴーギャンっていう方の、はい、その絵がモチーフになったみたいで、はいはいはい、こういうちょっとなんだろうな、水墨画ではないな、水墨画はジャパニーズじゃないですか。ジャパニーズですよね。いやでも実際そのゴーギャンっていう画家さんの絵を調べた時に、なんか分かりますよね。分かりますよね。こんな感じの絵を描かれてる画家さんで、はい、その画家さんが描きそうな絵をなんかそのままねプリントしたみたいな。今僕が着てるのが38です。うん、さっきよりちょっと大きいですもんね。ワンサイズ上ですね。まあ、生地感もあるので。より、ストンと落ちているような作りにはなっているんですけど、はい、まあ、36もちょっと着たかったんですが、はい、それこそもう先ほど、お問い合わせいただいて、嬉しいことにですね、はい、そのままちょっとご購入していただくという、流れになりまして、はい、36完売でございます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、で、今残すところこちらの38、1点のみです、うん、こちらは。でも佐藤がその38に来てももともとボックスシレットの丈長くないシャツなの で、ね、うん、全然着られてる感は出ないですね。ワンサイズ上げたぐらいから、はい、よりなんかまあリラックス感が出て、まあ、いいのかなとは、うん、これはこれでありですね、はい、個人的には思います。ドレープ感いいですよね。うん、あ、生地の揺れ方、持ち上げるとすごい分かりやすいです。はい、揺れてる感じがこういう感じですね、はい。まあ、これも、リネンとレーヨンを混ぜている素材感になるので、レーヨン の、 そのテロテロっとした、生地感と、はい、リネンの、はい、天然素材 の、 その優しい風合いが混ざって、はい、すごくいい風合いに仕上がってます。なんか涼しそうっす、めちゃくちゃ。これめちゃくちゃ涼しいです。涼しいですよね、絶対。これ本当に涼しいです。なんで僕も、実際、まあ、その数シーズン作っているってさっき、お伝えしたと思うんですけど、はい、僕もこれ2着持ってます。あ、持ってますよね。はい。ただ、やっぱりその、それもこれも先ほど言ったんですけど、デッドストック、と、ヴィンテージの生地をやっぱり使っているので、はい、次のシーズンに出ることがないんですよね、同じ生地。分かります。ここで買い逃したらもう手に入らないっていうコレクションばっかなんで。そうなんですよ。ってなると買っちゃいますよね、スタッフも。買っちゃいますね。我慢して、まあもういいかなと思って買っちゃうんですけども。買っちゃう買っちゃうんですけど続けてください。はい、次の年に、来年ですね、来年これが欲しいって言ってもないようなものになっていますので、はい、かなり希少性もあるようなものになっております。ちょっと今あの膝上からしか撮ってないんで、はい、全身も一応撮りますね。はい、お願いします。こういう感じです。広角見えました。 ありがとうございます。うん、これで38ですもんね。はい、ワンサイズいつもよりアップしてきてます ね、はい、さっき序盤で、はい、なんかオープニング撮り始めた時に、はい、なんかもうすでにお気づきの方がすごい多いと思いますが、うんうんうん、友字でね、他のアイテムもあるので。そうなんですよ。こちらも軽くご紹介しておきましょうか。よろしくお願いします。僕ですね。僕が、はい、紹介していきます。はい、戻りましょう。はい、
いやー、最初の場所に戻るかと思ったら全然行かなかったですね。行かなかったですね。続けてここでやるそうです。新しい使い方ですね。はい、騙されましたよ。はい、紹介します。今僕が着ている、はい、友字の全く同じ生地です、はい、の、コンフォートジャケットも、実は作ってます。はい、はい、でこちらも、エムズブラックの定番として、作ってはいるんですけども、今回この、生地を使って作ってます。うん、シャレ感めちゃくちゃすごいですよね。めっちゃかっこいいっす。めちゃくちゃかっこいいんですよ、この感じ。なんかシャツとジャケットの友字ってありそうでなかなかないですもんね。ないですね。ちょっと広角にしてみましょうか。はい、広角。あ、それ俺のセリフなんで。はい、こんな感じです。うん、いいっすね。なんか友字にで使うときちょっと一見難しそうなんですけど、うんうん、パンツ重めなブラックやネイビーとか、そうですね、暗めのアイテムで合わせることで全然なんか全体的にいやらしさもないですし、すごい洒落てます。これ洒落てますね。はい、やりたいっすね、この感じ。やりたい、はい、ジャケットが、友字の生地あります。はい、戻します。はい、続きまして、まあ、先ほど、冒頭でお気づきの方も、いるとは思うんですけど、またそのくだりやります。あ、そうか、やりましたよ、さっき自分が。そうですね、やりましたね。パッパ、もう一個のパッパって言いましたよ。パッパ、パッパ、パッパ、もう一個の、もう一色の方ですね、はい、もう一色の方の、友字のアイテムもありますので、はい、そちらも見ていただければと思います。はい、取ってきてください。2度目です。2度目ですね。もう飽きましたか。多分誰も笑ってないですこれ。はい、すいません。はい、こちらの、アロハシャツの柄の友字はこちらのパジャマパンツ、いわゆる本当にセットアップですね。上下で、上下のセットアップとなっております。これもまたシャレ感すごいですね。いや、これすごいっすよ。パンチが効いてるというか、これも確かにパンチがありますね。はい、ものすごく軽いんですよね、やっぱその先ほど説明した通り、まあ、ポリ100の、軽い素材、はい、で、パンツも同素材になっているので、はい、本当にこのまま海飛び込めるんじゃないかってぐらい。それは言い過ぎですよ。それは言い過ぎですね。はい、すいません。そんないいもの着て僕海飛び込んでほしくないですもん、お客さんに。ちゃんと脱いで水着に着替えて海は飛び込んでほしいものです。はい、すいません、言い過ぎました。はい、はい、まあ、でも本当になんかそれくらいなんだろう、リゾート感もあるんですけど、やっぱりそのさっき言ったようにちょっと高級感もあるような、はい、セットアップになってます。いいですね、うん、抜け感がいいです。確かに抜け感ですね。まあ、なんか確かにセットアップって要はなんかジャケットとパンツっていうかっちりしたイメージなんですけど、そうですね、どっちかというと、うん、なんかこういったアロハシャツとパジャマパンツっていう組み合わせは、はい、本当になんか抜け感っていう部分ではすごくいいのかなと思います。うん、気張らないですもんね、やっぱ抜け感あると、うん、確かに。ぜひまあ休みの日に来ていただきたい、はい、セットアップになっております。どうしましょうか、最後。そうですね、どうしましょうかね。そうだ、今回のこの動画の始まりはお問い合わせがだんだん多くなってきているっていうところだったので。ああ、そうでした、そうでした、はい、なのでまあぜひお問い合わせいただければと思います。でもちろんサイズ感とか、はい、気になる方は、随時まあ、インスタグラムの DM だったり、はい、LINE アットの、LINE アットで、お答えすることもできるので、はい、まあ、もしくは最近動画というかその LINE チャット機能ですかね。知らないですね。ビデオ電話だったり、ああ、はい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 、はい、インスタグラムでもそういう機能がついているので、はい、より詳しく知りたい方とかは
そちらでもご対応しておりますので、はい、ぜひお気軽に、お問い合わせください。お願いいたします。はい、それでは、今回の動画は以上となります。佐藤でした。いや、なんかお前だけ撮ったみたいになってるけど。あ、すいません。佐藤のキャンでした。また。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。